キャビン、その先塞がれてなかった？ほんまや、いつの間に。どうしたんですか？先ほど不思議な障壁でこの先が塞がれていたんです。今は消えてしまっていますが。そうだったんですか。何か理由があるんでしょうか。強いてあげるとすれば、あの封印石からティータちゃんを解放したのが原因かもしれへんな。それ以外に俺らがやったことなんて他にないし。なるほど。でも確かにあり得るかもしれませんね。え？なんで？私を閉じ込めていた石がこの近くに置かれていたのにも何か理由があると思うんです。なんていうか、ルールに基づいているみたいな。ルール？なるほど、なんとなくわかります。つまりこの場合、あなたを解放しないと先に進めないルールだったというわけですね。あ、はい、ただの思いつきですけど。いや、いいところをついてるかもな。誰の仕業かは知らへんけど、この状況は恐ろしく作為的や。そのあたりも含めて注意する必要がありそうですね。え？なんやこれ。月が描かれた扉。よくぞ来た。汝、動力技術の最高き娘、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開か。例によってこの扉にも意志があるってことか。いい加減この異常なノリに慣れる必要がありそうやな。でも動力技術の最高き娘って、どこからどう見てもティータちゃんのことやろうね。おい、この子でええんか。しかり、その娘こそ我が求めし者なり。入れるのはその娘のみ。我が試練を臆さぬのなら、いざ扉をくぐり抜けるがいい。腕試しみたいなことをさせられるみたいやな。しかもティータちゃんしか入れるつもりはないらしい。理不尽ですね。相手にする必要はないかと。待ってください。私、中に入ってみます。え？ちょっと待った。さすがにそいつは。これもさっき言っていたルールかもしれません。今は少しでも手がかりが欲しいですし、危なそうだったらすぐに引き返しますから。ティータさん。分かった、頼んだわ。ただし何かあったらすぐに戻ってくるんやで。無理は禁物です。
すごく綺麗なお部屋。でも空間構成とかどうなってるんだろう。我が試練に打ち勝て。さすれば汝に記憶の欠片と祝福を与えん。よくぞ試練に打ち勝った。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。見えてきた。残り320、310、300。いた。オペレーション開始します。座標微調整確認。ブースター起動。ティータ、久しぶりだね。え？あら、この子ったら。私たちの声、忘れちゃった？ごめんよ、少し驚かそうと思って。もうびっくりしちゃったよ。いきなり空を飛んでくるんだもん。それにそんなゴーグルつけてるし、二人とも帰ってくるならちゃんと連絡してよね。したの？ティータ。あーん、かわいい。やっぱりこの子はかわいい。ぎゅー。お母さん、ちょっと苦しい。ダン、やっぱり産んでよかったわ。私は今幸せよ。そうみたいだね。じゃあ僕も挨拶していいかな。
そうね、確かにあなたにも権利があるわ。ティータ、ただいま。ずいぶん大きくなったね。うん、お帰りなさい、お父さん、お母さん。やっぱり可愛いわ。どれ、もう一度。エリカさん、抱きしめるのは着替えてからの方がいいよ。その整備服にはいろいろなセンサーが仕込んであるからね。ああそうだったわね。じゃあ先に済ませてしまいましょうか。さあ、例の赤毛男はどこかしら。さんのこと？そう、それよそれ。リベールに帰ってきたからには一度挨拶しておかなきゃね。索敵モードオン。対象赤毛 98%。 アガットさんならまだボスだと思うけど、お母さん、いきなりどうしたの？アイスにはいないのね。まあいたならいたで大問題だけど。まあまあエリカさん、来月にでも二人で出向くことにしよう。僕も一度会っておきたいからね。そうね、クーデター騒動に輝く和事件、リベールでもいろいろあったのよね。その間ティータが随分お世話になったみたいだし、きっちりお礼させてもらわないと。じゃあ今度紹介するね。アガットさんの家って小さいけど暖かくてすごくいいところなんだよ。え？ギリまあまあ落ち着いて落ち着いて。ティータもむやみに刺激しないようにね。アガットさん、アガットさん、あのれ、私のティータによくも。なんじゃこれは。あ、おじいちゃん。お父さん、ご無沙汰しております。帰国の連絡もせずに申し訳ありませんでした。いやいやダン君、そんなことはどうでもええんじゃ。それよりもなんじゃこの装置は。見たところブースターを装備したビークルのようじゃが。私が開発したランディングユニットよ。動力技術のない辺境に行くとね、飛行船の発着場はおろか空き地すらないことも多いのよ。うちの船で出かけても着陸できないでしょ。だからこれを使うわけ。お久しぶりね、アルバート・ラッセル。まだ生きてたみたいで何よりだわ。あいにく今回の勝負は私の勝ちみたいだけど。ふん、またケチくさいものを作りよって。エリカ、その程度の発明でこのわしに勝てるとでも思っとるのか。そのユニット見たところ有効稼働はせいぜい5分じゃ。それでは話にならん、実用化できんの。あら残念。私今日はこれでカルバードの国境付近から飛んできたのよ。なぬ
確かにこのユニットの飛翔能力は限られているわ。だけどよ、アルバート・ラッセル、船から動力式カタパルトで射出すれば約120セルジュを飛行可能なの。今回は動力回路を改良して 382.2 秒の稼働を記録したわ。120セルジュ、 382.2 秒じゃと。さすがに驚いたようね。老人には少し刺激が強すぎたかしら。むひー、何を言うか。わしが開発したカペルに比べればこんなものおもちゃにすぎんわ。こんなものわしなら昼にしながらでも作れそうじゃぬ。何を、このクソジジイ。あ、もうやっぱり始まっちゃった。お母さん、おじいちゃんってば。資料を読んだわよ、アルバート・ラッセル。ティータをあんなに危険な目に遭わせておいて、よくも抜け抜けと。おまけに悪い虫まで寄りつけて。なんじゃい。今の今まで大陸中を突き歩いとったのはそっちじゃろ。お前に非難されるような筋合いはないの。お父さん、なんとかしてよ。大丈夫だよ。二人とも久しぶりに会って照れてるだけなんだから。でもこんなところで喧嘩しちゃったら通行の邪魔にもなっちゃうし。そうだね。ランディングユニットも格納しなきゃいけないし、この二人も家の方に連れて帰らないとね。ディータ、手伝ってくれる？やっぱり我が家はいいわね。ダン、コーヒーお願い。ミルクたっぷりで。はいはい、砂糖は3つだね。あ、私も手伝うね。相変わらず邪道じゃの。コーヒーはブラックに限るわい。これだから頭の固い老人は。邪道を邪道と呼んで何が悪いんじゃ。おまけにまだ砂糖を3つも入れとるのか。はあ、嘆かわしいの。むく。ほらほら、エリカさん、ご注文のものだよ。はい、熱いうちに飲んでね。ち、一時休戦ね。どれ、いただくとするかの。さてと、アルバート・ラッセル、お土産は？土産？どうしてわしが土産を用意せなならんのじゃ。海外旅行を満喫しとったのはお主らの方じゃろ。ユリア様と一緒にアルセイユに乗ったくせに。ユリア様の写真とかハンカチとか制服のボタンとかもらってきたよ。制服のボタン。エリカさんは士官学校時代からのユリアさんファンだからね。エリカよ、くだらんことを言っとる暇があったら論文の一つにでも目を通したらどうじゃ。めっちゃこれじゃから。今
ユリア様を侮辱した。さあ何のことじゃ。ユリア大尉とはアルセイユ登場中によくお茶した仲じゃからの。うん、彼女はなかなか見どころもある。こんなクソジジイがその減らず口を塞いでくれるわ。どうじゃ、羨ましいか、羨ましいかの。おお、二人ともすぐに喧嘩するんだから。ティータ、どうかした？さんとおじいちゃんが取っ組み合いしてるのを見るのも久しぶりだなと思って。うん、そうだね。ティータ、後で一緒にお買い物に行こうか。今日の夕飯は僕が作るよ。ご飯も久しぶりだね。しばらくはお仕事も入ってないからね。今日からしばらくは僕がご飯を作ります。え、じゃあ私も手伝うね。よろしくね、ティータ。ティータ、もういいよ。あとはやっておくから、今日はもう休みなさい。ううん、このくらいいつもやってるから。お父さんこそ先に休んでていいよ。本当はお仕事大急ぎで片付けてきたんでしょ。ティータも鋭いことを言うようになったね。私ももうすぐ13だよ。子供、これは。エリカよ、本気でこれを作るつもりなのか。そのために帰ってきたのよ。こんなものを制作できるのは ZCF しかない。少なくとも私はそう信じているわ。しかしじゃな。お母さん、おじいちゃん。あら、ティータ、まだ起きてたの。もう12時回ってるんだから早く寝なさい。それって設計図？なになに、私にも見せて。ほら、お風呂上がりなんだし風邪ひいちゃうじゃない。私にも見せて見せて。すごく複雑そうだけど、あの右端のやつってオーバルエンジンだよね。かなりコンパクトなタイプ。あ、新しい飛行船かな。それともお母さん、私にも見せてよ。もうこの子ったら、相変わらず機械のことになると目の色変わっちゃうのね。お母さん、ごまかさないで。こちらは片付きました。そろそろ始めましょうか。あらだ、ちょうどいいところに。この子頼むわね。あ、そうだね、もう遅いし。さあ、ティータ。ちょっとだけでいいから見せて。
のコンバーターのトルクが小さいのが気になる。ちょっと見ないうちにパワーアップしてるな。ほらほらティータ、もう寝ようね。でも まずはこのユニットの制作なんだけど。厄介そうじゃの。一度カペルでシミュレーションする必要がありそうじゃ。それからフレームなんですが、従来のものでは持ちません。新素材を試してみようかと。何の話をしてるんだろう。ドキドキ。もうちょっと近づけないかな。ティータ？ああ、見つかっちゃった。ほら、もう寝なさい。詳しい話は明日教えてあげるからね。絶対だよお父さん、絶対だからね。はいはい、絶対だ。いいいいお父さん、私が知らないうちに作っちゃったらダメだからね。うん、わかってるよ。空の女神様に誓って約束は守ります。おやすみティータ。おやすみなさい。ティータは時々エリカさんと同じことを言うね。というわけじゃ。見くらう蛇か。やっぱり想像以上の技術力を持っているみたいね。まあの、正直連中の技術力はわしらのそれをはるかに超えておる。オーバーマペット、ゴスペル、そしてグロリアス。まあわしも連中の技術力には心当たりがないわけでもないが。でなんじゃお主ら、やぶから棒に。連中の資料は一通り送ったはずじゃが。実は僕たちも知ってるんですよ、見喰らう蛇を。なんじゃと。はっきりと遭遇したわけではありません。しかし彼らは両兵団や特定の資産家などを通し確実に勢力を伸ばしている。ここ数年大陸辺境を回ってそれをひしひしと感じます。だから帰ってきたのよ。まさかリベールに来るとは思わなかったから今回は後手に回っちゃったけど、私たちは一刻も早くこれを完成させる必要があるわ。しちゃった。
おはよう、おじいちゃん。おはよう、ティーター。あれ、お父さん。あ、そうだった、お父さんとお母さん帰ってきたんだった。よく眠れたみたいだね。大丈夫、覚えてるよ。でも多分あの二人から直接聞いた方がいいんじゃないかな。お母さんとおじいちゃん、二人とも徹夜で話し込んでたみたいでね、朝早く中央工房に行ってしまったんだ。よし。ああ、あっていた。その前に朝ごはんを食べていってね。忘れてた、まだ顔も洗ってないし髪も溶かさないと。じゃあその後で朝ごはんにしようか。温めておくよ。じゃあ行ってきます。慌てて転ばないようにね。ティータ君か、おはよう。あのお母さんとおじいちゃん知りませんか？朝から中央工房に行っちゃったみたいで。ああ、知っているよ。知っているとも。今朝早くエリカ君が押しかけてきてね。新しい発明をするから広い場所を貸せと脅されたんだよ。もあったね。ティータ君、エリカ君は今演算室にいるはずだ。今度は何をする気なのかは知らないが、カペルで調べたいことがあるとかでね。ラッセル博士は設計室だと思うよ。ものすごく上機嫌だった。ああ、なんてことだ。よりによってあの二人が共同開発だなんて。お願いだ、何も壊さないでくれよ。
当てる待てる。見たところまだ 10% も実力を発揮していない。なるほど、確かにこれは凄まじいスペックね。お母さん、あれ、それってパテルマテルのデータ？あら、ティータ、ちょうどよかったわね。ティータ、実際に見たんでしょこれ。実物はどんな感じだったの？ねえ、教えて教えて。よくわかんないかも。すごく大きかったし。ああ、確かにそうね。この太鼓を見上げても詳しいことはわかんないか。あの、お母さん、どうしてパテルマテルのデータなんて見てるの？新発明の方は？もしかして。その通りじゃ。こちらも準備完了。すぐにでも作業に入れるよ。よし、揃ったみたいね。これより我々はパテルマテルに対抗し得る人型兵器の開発に着手します。オーバルギアプロジェクト始動。パテルマテル、どうしてだろう、どうして。新しい発明って聞くといつもはすごく嬉しくなる。それで何もかも忘れておじいちゃんと一緒に夢中になっちゃうのに、今日はちょっとだけ悲しい気がする。これでいいのかな、レンちゃん。エリカ、なんじゃこの配線は。どう見ても不要にしか見えんが。これはノイズ対策よ。今回はかなり精密だからそれなりの工夫が必要なのよ。つまりここの動力圧変動がこっちに吸収されて。なるほどの。あら、ティータ、何してるの、そんなとこで。私にも何かできることってないのかな。私、ベンちゃんのために何かしてあげたくて。でも何をしたらいいかよくわかんないんだ。よくわからないけど。お手伝いがしたいなら一つ頼んどこうかしら。実は面倒なお仕事が残ってるのよね。いいよ、私にできることなら。それがね、全然大したことじゃないんだけど、マードックさんに掛け合って私たちの帰国書類を作るように言っといてほしいのよ。ほら、ちょっとイリーガルな帰国だったでしょ。正式な書類とかが必要らしくて。なんだかダンがやたらと心配してたのよね。
じゃあとはよろしく。そういう意味じゃなかったんだけど、まあいいや。お母さんも困ってるみたいだし、すぐに済ませてこよっと。エイドスよ、無力な我らを守りたまえ。やあティータ君、どうかしたのかね。もしや実験に失敗して有毒ガスが発生したのかね。それとも今度は大爆発して工房の半分が吹き飛んだとか。おじいちゃんもお母さんもいつも迷惑かけちゃって。でも大丈夫です、今日はまだ何も。そうかよかった、女神への祈りが通じたのかもしれない。明日の分もお祈りしておこう。なるほど、今回は空を飛んで帰ってきたのか。それではティータ君が驚くのも無理はない。密入国。あ、そうかも。参ったよ、急いで認可証を提出しないと。ティータ君、私の代わりにお祈りしておいてくれないか。今回の発明が何事もなく終わりますようにとね。はい、わかりました。よろしく頼むよ。この工作機は新型での、従来の10分の1精度で加工が行えるのじゃ。こんなものがあったとは。これは基本設計を見直す必要がありそうね。あ、お母さん、ここにいたんだ。あら、ティータ、そっちの方はうまくいった？うん、帰国書類の方は大丈夫。工房長さん、すぐに用意してくれるって。それでね、お母さん、私もオーバルギアの開発に入れてほしいな。ティータを？うん、
ね。手紙には書かなかったけど、私レンちゃんとしばらく一緒にいたことがあって、レンちゃんは結社に入ってたけど、それでも私の友達なの。レン、どこかで聞いたことがあると思ったら、パテルマテルの操縦者ね。ああ、エリカ、わしの方から補足しとくがの。補足？お母さん、あの、これはどういうことかしらね、アルバート・ラッセル。ティータが結社の構成員と一緒にいたですって。そんなこと資料には書いてなかったわよ。ああ、いや、書きにくいんじゃよ、こういうことは。そういう意味じゃないわ。ティータをあれだけ危険な目に遭わせた挙句この始末。てめえ、可愛い孫とどういう接し方してたんだ。お母さん、私も開発に入れて。私には力はないけど、レンちゃんとちゃんと話がしたいんだ。そのオーバルギアってパテルマテルに対抗できるんでしょ。私もエステルお姉ちゃんみたいな力が欲しいの。ティータ、まさかあなた、オーバルギアを使ってパテルマテルと戦う気なの？え？そういう意味じゃなくて、私は。ティータ、オーバルギアを作るってどういうことか分かってる？え？チラッと見ただけだけど、二足歩行タイプで。そうじゃないの。オーバルギアは兵器なの。たとえどんなに美化してもね。つまるところ、人を傷つける道具なのよ。でもお母さんだってそんなつもりで作ってるんじゃないでしょ。警備飛行艇だってリベールを守るためにあるんだし。そんなつもりは関係ないの。実際に兵器を使うのは私たちじゃないんだから。自分が作った機械でたくさんの人が悲しむことになる。ティータ、あなたはそんなことを考えたことある？それでも力が欲しいって言える？私たちがやっていることはその可能性を含んでいるのよ。私もティータのことは大好き。友達のことを大切に思うのもわかります。でもだからこそティータの参加を認めるわけにはいきません。わかってくれるわね、ティータ。でも軽い気持ちで言ってるんじゃないもん。エリカよ、今回の件ではティータにもいろいろと思うところがあるんじゃろう。もうちっと尊重してやらんかい。だからって兵器の開発なんかに入れるわけにはいかないでしょう。自分の手を離れたものが後々どのように使われても研究者は口出しできない。私たちはそこんとこ腹くくってやるしかない。あの子の思いもわかるけど、オーバルギア計画に触らせるわけにはいかないわ。あの子はこんなことで悩まなくていいんだから。
そんなこと分かってるよ。お母さんに言われなくたってそのくらい分かってる。ティータ？ああ、ちょっと待って。今そっちに行くから。そうか。エリカさんは開発に入れてくれなかったか。うん。お母さんの言うこともわかるし、全然反論できないけど。でも悔しい。エリカさんはお父さんとは違って明確な研究思想を持っているからね。情熱に突き動かされるのではなく、明確な動機を持って行動する。特に今回はこのリベールの国防がかかっているんだ。確かにティータの話では太刀打ちできないかな。でも私、ベンちゃんとちゃんと向き合いたいんだ。私が言ってることは子供っぽいかもしれないけど、ティータ、こんな真剣な顔を見るのは初めてかもしれないな。ティータの言っていることは子供っぽいわけじゃないと思うよ。でもね、オーバルギアの開発にはやっぱり関係がないかな。たとえオーバルギアがあっても、その子と向き合うのはとても難しいことだろうし。ティータ、人と正面から向き合うということはとても大変なことなんだ。多分ティータが想像しているよりずっとね。ティータは優しい子だけれど、優しさだけで分かってくれるとは限らないから。うん、やっぱり私にはレンちゃんと話をするのは無理なのかな。私また何もできないよ。さっきティータはエリカさんに掛け合って逆に説得されてしまっただろう。それはエリカさんが強い信念を持っているからだ。もしその子に深い事情があるのなら、ティータはそれ以上に強い心を持たないといけない。でないとお互いに本音をぶつけ合えないから。アガットさんが言ってた、喧嘩は気合だ。いや、気合というか、アガット君、君もなかなか不安をそそるね。この場合は覚悟かな。その子と正面から向き合ってぶつかり合えるほどの覚悟。口で言うほど簡単なことじゃないけれどね。
確かにレンちゃんは結社の人間だし、パテルマテルも強すぎる。私にはエステルお姉ちゃんみたいな力はないし、私の言葉なんか届かないかもしれない。でもやっぱりレンちゃんもパテルマテルも放っておくわけにはいかない。ねお父さん、レンちゃんは結社にいたし、確かに悪いこととかもしてたかもしれないけど、私はレンちゃんのそばにいて一緒にお買い物とかに行ったことがあるからわかるの。レンちゃんは優しいよ。演技とかじゃなくて本当に優しいところがあるんだ。お店で可愛いペンダントを見つけた時は思わず二人ではしゃいじゃったし、私が転んじゃった時にはしょうがないわねって言いながら手を貸してくれたり。レンちゃん本当はいい子なんだ。でもレンちゃんもパテルマテルも私には遠すぎて、あの時は全然手が届かなかった。でも今なら近づけるかもしれない。オーバルギアがあればレンちゃんが何を見ていたのか少しはわかるかもしれない。レンちゃんも心を開いて話をしてくれるかもしれない。だから私この計画に関わりたい。そうか、ティータにはもう。エリカさんどう思う？最後のとこだけね。ティータ、一つ聞いていい？何？もし、そのレンちゃんがティータのことを友達だと思っていなかったら、ティータはどうするの？何も変わらないよ、お母さん。私、もうレンちゃんと関わっていくって決めたんだから。私には、レンちゃんを追いかけていって、説得したりすることはできないけど、レンちゃんやパテルマテルのことを知ったり、オーバルギア計画を手伝ったり、こんなことなら私にだってできる。こんな形なら私もレンちゃんと関わっていける。そうしたい。それが私の気持ちだから。そう、ま、いいわ。ちょっと甘い気もするけど、計画に参加するだけの理由はあるみたいだし。え？ほーら、二人ともグズグズしない。ダン、設計図書き直してるからチェックよろしく。ティータ、私たちは結晶回路の試作に入るわよ。お母さん、それって私も開発に参加していいの？この子ったら、何嬉しそうな顔してるのよ。参加したからには、キリキリ働いてもらいますから。うん、任せてお母さん。それじゃ、行きましょうか。
よし、起動実験に入るわよ。エリカさん、少し休憩しよう。もう3日も働き詰めじゃないか。お母さん、どうしてそんなに元気なの？もう2人とも何へばってんのよ。開発の醍醐味はこれからじゃない。特にティータ、今回の試作機は座席が小さくてあなたしか乗れないんだから、実験にも最後まで付き合ってもらうわよ。分かってる。でもちょっとだけ寝かせて。ま、しょうがないよね。こんな状態でミスられても困るし、起動実験は明日に回しましょうか。ティータはよくやったと思うよ。ベテランの技術者でもエリカさんのペースにはついていけないからね。あら、失礼ね。私はそんな体力バカのつもりはないけど。28日の金曜日、起動実験。大変！お料理しなくちゃ。カペルでのシミュレーションは一通り済んだぞい。ほぼ予定しとった性能はクリアしとるはずじゃが。おや、ティータ、どうしたんじゃ？そうか、アガットのやつが来る日じゃったの。あ、今日のうちにお料理の下準備しとかないと。そうじゃの、わしからのリクエストは。アガット？月末の金曜日とか聞こえましたけど。あ、そっか。お父さんとお母さんはアガットさんに会うの初めてだよね。アガットさん、月に一度は家に来てくれるんだよ。それでね、アガットさんが来る日、ちょうど起動実験の日だったなんてね。彼も運がいいわ。お母さん？あは、ティータ、実はエリカさんはその、ダン、私いいことを思いついたわ。今回の実験には生贄を使います。我が家に遊びに来るくらいだもの。それなりのスペックは要求されてしかりよね。上がったクラスナー。エリカさん、つまりアガット君に実験の手伝いをしてもらうということかな。あー、なんじゃエリカ、アガットのやつはメカオンチでの手伝いなんぞ務まらんと思うが。手伝い？生ぬるい。
彼にはこの実験に命を捧げてもらうのよ。大げさだな。でも協力してもらうのはやぶさかでもないかな。僕も彼とは一度ゆっくり話がしてみたいし。お父さんまで。決まりね。明日はきっといい日になるわ。もしかしてアガットさんのこと何か勘違いしてる？ティータちゃん、無事やったか？大丈夫ですか？少し疲れた顔をしています。心配ご無用です。戦いにはなったけど、なんとか勝てましたし。そっか。それで一体何があったんや？はい、それが。そんなことが。なるほど、まさしくルールやな。扉を開くのには何らかの条件がある。そして中に入ったら試練という名前の戦いが待ち受けている。それに勝てば記憶のかけらとやらが見れてミラが手に入る。まとめるとこんなところか。はい、そんな感じだと思います。私が見た記憶のかけらにはまだ続きがありそうでしたけど。そうなるといくつかのパターンがあるのかもしれん。また似たような扉があったら手帳に記録しといた方が良さそうやな。そうした方がいいかも。